法ってやつね、不定詞のね。副詞用法は一応やったんだよね。不定詞っていうのは形としては to プラス動詞の原型。動詞の原型っていうのは例えば to see はいいけども、例えば、ね、to saw とか、ね、to seeing とか to sees とかこういうのはなしだってことだよね。動詞の原型。はい。ほいで、この前やったのが不定詞の副詞用法で、I go to the library。私は図書館に行くと。ね、これ、矢印みたいなもんだよね。右向きのね。I go to the library to read books。って言ったら、ね、行く、図書館に行く。それで、ね、何すんの ?read books すると。ね、まあ、普通は、ためにとかね、目的で訳せるよね。to の後は目的地じゃない。だからこれ目的なのよ。ね。不定詞っていうのは、この前もやったように、名詞用法、形容詞用法、形容詞用法、あら形容詞用法、副詞用法があるんだよね。英語の単語っていうのはさ、いろんな、言葉、品詞で使われるわけよ。例えば、ウォーターって言ったら、ね、水だけど 水をやるって意味もあるしね。あるいはウォークっていうのは、ね、散歩って意味もあれば歩くって意味もあれば歩かせるっていう意味もあるし、ね、もっと言えば this っていう単語は名詞もあれば、ね、形容詞もあれば、ね、副詞もあるわけでね。あるいはまあ調べてごらん、ね、some っていう単語は、ね、もうやっぱり名詞もあれば、あら、形容詞もあれば、ね、副詞もあるわけでね。副詞の some はね、中学では習わないけど、例えば some 30 boys were here、ね。これでさ、about って意味なのよ。約って意味ね。約30人の男の子がここにいたって意味なのよ。ね、だから、それと同じで、to read books っていうのも、ここも、ここはためにって意味だけども、どこ?ためにって意味だけども、あ、本を読むためにってとこか。本を、あら、本を読むためにって訳せるっていうことにあるんだけども、これはまあ副詞だよね。副詞用法と。ね、名詞用法としても使えるわけよ。本を読むこと。同じにやってね。ここで形容詞用法。として、本を読むための本を読むためののか、ね、で使えるわけ。一応ね。じゃあ to read book を to read books か、これを名詞として使っていこうと思うんだけども、名詞っていうのはどこに来るかっていうと、ね、名詞っていうのは、これ習ってるかな。I call him John. 私は彼をジョンと呼びます。ね、名詞はどれかっていうと、I でしょ。ここで him でしょ。ここで John だよね。ね、それぞれ何になってるかっていうと、主語になってるよね。これで、him は目的語になってるよね。これで、John は保護になってるんだよね。保護って分かんなかったら、ね、例えば、I am John っていうのは保護よ。SVC ってやつよ。だから、こういうふうに3つの使い方できるわけよ。to read books もね。例えば、主語として使ったら、to read books。to read books。is fun。ね、まあいいか、ね。本を読むことは楽しいと。ね、あれ、目的語で使ったら、例えば目的語だから動詞の目的語だよね。例えば、I、何でしょう、私は好きだと、ね。I like to read books. 私は本を読むのが好きだって意味でね。ねあと保護って、保護に使えば、なんだろう。どうしよう、保護。To read books. It is easy to... あ、違うか。これはあれか。これは違うね。ちょっと待ってね。My... ちょっとか、ちょっとね、
変えるけど、My wish, my dream is, my wish ってやろうか。My wish is to read the book ってやろうか。私の望みはその本を読むことですと。ね、そんな感じ。ちょっとあまりね、これはうまく言い分じゃないけども。ね。要するに3つの使い方ができるわけよ。その中でもね、特に最初に習うのはこれだよね。要するに動詞があって、like、あれ？ちょっと待ってね。like、read はダメなわけよ。これは罰なわけ。なんでかっていうと、like は動詞、read も動詞。だから、read を動詞ではない形にしなきゃいけないわけ。それが to ね。ここに来る動詞っていうのは限られてるわけよ。ね、例えば、walk to read books、本を読むことを歩くっていうのはおかしいでしょ。ね、本を読むことを、なんだろう、見るっていうのもおかしいよね。本を読むことを見るっていうの。ここへ入るのは、ね、そんなに多くないんだよね。2年でよく習うのは want。あと何？ hope、望むとかね。plan、そういうふうな計画だとかね。あと何だろう。ちょっと違ったタイプだけども、begin、なんか始めると。start、こんな感じかな。ちょっと見てみようか。他に何かあったっけ？ちょっと待ってね。これか。これだね。名詞用法としては、want to, like to, hope to, begin to, start to, try to。try to もあるんだよね。try to は何とかしようと試みるって感じかな。try to。あ、to か。これぐらい覚えとけばいいんじゃないかな。あるいは、あ、そうか。like to とか入れてなかったね。like to。ね。あと、love to。何とかするのが大好きだってことね。これぐらいなんだよね。まあ他にもね、あるけども、とりあえず中学で習うのはこれぐらいかな。全部気がつくと思うけど、上見たらね。要するに、不定詞のたあので大切なことはこういうことじゃない。不定詞っていうのはこういう矢印を表してるんだと。ね、こっちの。これもそうでしょ。ね。want も like も to も hope も。全部これからのことを思ってるわけじゃない。あるいはこういうふうに考えてもいいかもしれない。read っていうのはこれ動詞の原型でしょ。動詞の原型っていうのはまだしてないってことじゃない。つまり、例えば stand up って言ったら、ね、立ちなさいって意味だけども、まだ立ってないから stand up って言えるわけでしょ。ということは、これ全部やってないから、まだやってないから、まだやってないから、どっか行きたいんだよね。まだやってないから何かしたいんだよね。これも何とかしたいってことね、これもね。まだやってないから何とかすることを望んでるわけでね。まだやってないから何とかする計画なんでね。まだやってないから何かを試すわけでね。そういう意味で、全部ちょっとまあ共通性があるわけよ。ね、begin to も、ね、begin して、これは関係ないか。ね、begin to, start to は。だからね、これだ、よく用法のね、識別っていうのはあるんだけども、これは名詞用法だ、形容詞用法だ、副詞用法だっていうのがあるんだけども、それを、何、見分けるときさ、とりあえずこれはね、名詞用法だって覚えといてよ。ね。とりあえず。ね。I want to study abroad. 私は、海外で学びたいと。ね。I don't, こういうね。I don't want to study abroad. 海外では学びたくない。ね。Do you want to study abroad? ね。そんな感じの文ができるようになればいいんですけどね。いいかな。Plan. ね、I am planning to study abroad next year.、私は来年、海外で勉強することを計画していると。ね、今計画してるんでね。いいかな。ちょっと、大体の説明になって申し訳ないんですけども。
名詞用法の不定詞っていうのは、まあ、こういうふうに主語、目的語、保護になるんだけども、ね、その中で特にこれが学校では中心になるよね、目的語になるやつ。なんとか to、なんとか to、なんとかってやつ。like to read とかね。ね、want to read、読みたい。like to read、読むのが好き。love to read、読むのが好き。I hope to read、ね、読むことを望む。I plan to read、読む計画だ。I try to read、読もうとする。ね、そんな感じでね。はい、じゃあ終わりましょうか。